ダブルキャスト4回目。いやー、前回はやっちまいましたね。前回は惜しくはなくバッドエンドということで、このクリアデータから選択していくとまたニューゲームになるようなので、また頭からじゃい。いやー、そっか、バッドエンドでね、全ての謎が残ったまま終わってしまったということで、佐久間さんだけが死んで、美月とイチャラブ学園祭エンドっていうことで、まあでもある意味ハッピーエンドだった。最後イチャラブになれたのは良かったんじゃないのかな。いや、ダメだ、しっかり美月の過去の真相を明らかにしていかないと。なので、いろいろと選択肢を別のものに試しつつ、ちょっと楽しみながら改めて最初からと。で、既読スキップ機能を使っていくんで、そんなに時間はかからないんじゃないかな。ダブルキャスト2周目入ります。さあ、このね、最初のヤッホーだけ見たい。目覚める時のこれヤッホー。かわいいな。はい、スキップしまーす。お、いいね、いいね。あ、これは結構サクサク進むな。いや、でもこれも怪しいよな。なんで主人公が目覚めたこのタイミングで、美月は記憶喪失。あれ、前回はどうしたんだっけ。前回は病院で見てもらった方がいいよっつったんだっけ。病院って何気にキーワードな気がする。前回の佐久間さんが最後にくれた封筒が病院の封筒だったんだよね。でもちょっと別の選択肢いきたい。また騙そうと。さすがに二度は騙せないか。少しずつ君のパターンが読めてきたよ。さあ、次の手は何？お、テトラーか。テトラーなのか。ゲームオーバー。これ以上僕は何も進められないの。え？じゃあ本当に記憶喪失っていうか、すごいな。本当、選択肢変えるだけでアニメーションがあるって。そうだよ、どんな作り込みなんだよこのゲーム。僕ですら信じられない。クオリティが半端じゃない。98年。あ、これで前回は3サイズ、いや、でも3サイズ聞いてからの選択肢があった気がする。行こう、これ重要。87。えっ、おっぱいのサイズを覚えてるって。これでもさ、考えようによってはさ、名前も覚えてるんだっけ。バストサイズを覚えてるっておかしくない？ちょっと、何も覚えてないのに。それがなんか関係あるわけ。名前表示がずっと少し怒っている女の子なんだけど、最初もそうだったっけ。前回は終わりだよっつったんだけど、今回は素直に僕が聞きたいだけ。セクハラ野郎。君ね、いつも初めて会った女の子にそんなこと聞いてるの？う、そんなことは。はあ、そう。名前聞いちゃうと終わっちゃうから、一応生年月日と住所も言っとこう。わかんねって言われるだけだと思うけど。住所は？わかんね。で、名前は？みつき。え？赤坂美月。うん、そうだよ。ここで名前がね、赤坂美月。変なの、名前だけは覚えてるなんて。赤坂美月、珍しい名前って言ってみようか。そうかな。ポチャンと。これなら少しは手がかりになりそうな気しない？そうだといいんだけど。でもそれだけ。あとは何にも覚えてないや。その名前だって本当に自分の名前なのか自信ない。スキップ。よかったらいいんだけど、僕んとこ来る？下心愛ありで同棲生活が始まりました。あ、一応セーブしていこうか。いいね、ほんと既読スキップありだとサクサク進むね。
続ける。これで同居生活が始まると。あら、おっぱい。これで映画を見に行って、なんか選択肢あった気がすんな。そうだ、バイトが決まったって話の後にバイトの話一切出てこなかったな。本当にバイトしてんのかこの子。もうね、みつきちゃんの全てが怪しくなってきたんだよな。あー、食べに行く場所か。前回はラーメン屋行きましたよね。ファミレスでも行ってみる。ちょっと何も考えずに選んじゃったけど。本当に何注文してもいいの？すげえ、本当アニメーション用意されている。ちょっと大パーツみたいなゲームだな。これ98年にやってるって。悩むな。これも捨てがたいな。あ、終わっちゃうんだ。まあじゃあでもセーブはいいや、サクッといっちゃおう。終わっちゃうんだ。これじゃあ絶対ラーメン屋が正解だったんだ。ラーメン屋行ってテレビニュースをね見てるんだよね、みつきがね。あのシーンは絶対重要だったんだな。そっか、ファミレスはこれで終わりか。さあ、そして英検パート、うん、過去姫のねをやることになったと。英検なんて入ってたんだ。うん、いわくつきのしな、あで、キャベツ、意味深キャベツ、意味深キャベツが来ました。俺これ前回見逃したんだけどさ、前回切りつけてきたあの犯人が持ってった包丁とお家にある包丁ってあれ同じものかな。だとしたらもう決定的だよね。うん、あ、でもちょっと待って、ここの後のこの後のシーン見たい。いただきます、赤坂です。ここでみつきちゃんと佐久間、あ、よろしく。で、こっちが主演男優の佐久間、佐久間初体験、初体験じゃない、初対面、初体験すんじゃねえよ。ひと時の夏のアバンチュールしてんじゃねえよ。あの名前、下の名前は。ほら、佐久間の反応がさ、美月って言います。美しい月の美月です。美月さん、なーに佐久間。ほら、なんか最初はなんかこれ本当ナンパな野郎なのかなと思ってたけど、前にも言った通り何かに感づいてるんじゃないのか、佐久間。分かってます。佐久間が超重要人物っていうことはもう分かったから、いきなり名前を聞かれちゃった。あ、いや待てよ、どうなのかな。前回の選択肢自分で改めて考えると、とにかくなんか美月ちゃんの好感度を上げるような選択肢ばっか選んでたんだよね。だからああいうイチャラブエンドになったのかななんていうふうにも思うんだけど、あっそで行くか。うん、あっそ。また一人の男性の心を惑わせてしまった罪作りな僕。あ、でも変わんないか、変わんないや、変わんないってことはやっぱ好感度があるな。前回はセリフの話をしたんで、ガソリンスタンドのバイトの話を振ってみよう。少しずつね。急に役者頼んじゃってバイトの方は平気？お盆あたりは店閉めるみたいだから大丈夫だよ。お盆に閉めるガソリンスタンド？そっか。あ、佐久間襲来。あれ、ここ飛ばせない。今の。あれ、ちょっと待って。今の音は僕を狙って。ここスキップできないな、なんでだ。考えすぎじゃないの？大体そんなことされるような覚えある？その記憶がないから苦労してんじゃない。そりゃそうだよね。いや、俺も何もかも怪しく思えちゃうから、留守録音、記憶喪失って、ただいま、どうなんだろうな。二村だけど、二村でしょ。ちょっと待って、で、本当に記録スキップができなくなっちゃった。8月、なんか違う分岐入ってんのかこれ。誰から電話？ああ、
前回は正直に言ったんだよね。なんでもない。もうお風呂入るの？なんか気分変えてさっぱりしたくて。あ、この後、この後好き。どうぞお先に。覗くなよ。覗くねー。ここ好き。あれ？終わり？あれ？この後前回は、あれ？前回の時は脅迫の電話かかってきたよね。あの女に関わるな、みたいな。なんかいろいろ間違えてる気がする。ってことは一周目にプレイした時は何気に結構、合ってる選択肢選んでたのかな？なんかいろいろ少ない、足りないよね。覗くね。で、神社に撮影。あ、神社じゃない、お墓、お墓参りか。あ、ここスキップできないね。あざっすいただきました。パンチラだけは毎回飛ばさずに行こう。武将、このお墓は、あえてちょっとすっとぼけるか。武将の先祖のお墓とか？あんたね、なんで私のご先祖様のお墓にあんたたち連れてこなきゃいけないわけ？本当だよ。そうじゃなくて、このお墓はね、第一作目の主演女優のお墓。お参りもついでにしていこうと思って、前回は王だったんだよね。じゃあ次、ここ何の変化？部長、報告ったって。おお、なんだこれ。この時期お盆ですから先祖の霊は家に帰ってるんじゃないですか？ Come back home。 え？こういうのは気持ちの問題なんだよ。部長かわいい。お岩さんだって平野正門だってそうだろ。ほら、さっさと墓掃除始めるよ。すげえ、幽霊相手に精神論だよ、部長。で、美月の様子がちょっとおかしいと、美月がここに来たことがあるって言い出すんだよね。あ、でもこれで撮影を始めたんだけど、やっぱり佐久間がおかしいのよ。佐久間がここで NG を出す。佐久間、お前何を知ってるんだよ。美月がこのお墓に来たことがある。前回どうしたんだっけ？美月どうするにしたんだっけ？撮影終わったら、撮影終わったら探してみよう。赤坂って書いてあるお墓があれば何かわかるかも。そうしたらなくした記憶の頻度が見つかるかも。美月どうした？でもなんだか怖くって。怖い？なんで？だって記憶が戻るかもしれないのに。部長、墓の並びどの辺がいいです？お、なんかこの辺。だったらどこでもいいよ。はい、この選択肢正解っぽいぞ。そこに赤坂ってのがある。ほら、赤坂来た。行ってみる、これなんだ正解。もうちょっと待っててね、すぐに準備終わるから。ううん、そうじゃなくてお墓って。え、なあ、偶然だけど同じ名字があったから使おうかなって。どうしたの？あ、これってもしかして美月ちゃんの親戚の墓？親戚の人の名前はなんていうの？それがちょっと。なんだ、ど忘れ。名前は二村。ガンガン行くな。え、赤坂。え、おい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 、これ超重要なシーンだったんじゃないの？これ見逃してた俺。赤坂美月は死んでいる。ああ、お墓のシーンの撮影はその一件以外は何事もなく無事に終わった。あのお墓は何だったんだろう。単なる偶然？それにしても美月はなんてありふれてはいない名前で、同姓同名なんて偶然としてはできすぎている。美月も来た気がするって言ってたのに、やっぱり気のせいだって言い張るし、気のせい？でもな、美月は生きているし。
考えすぎなのかな。それにしてもムカつくやつ。いやー、ここで既読スキップか。なるほどな。これは絶対見ておかなきゃいけないイベントでしたね。赤坂美月のお墓があった。これ前回は嫉妬心をむき出しで麗しのナイト様に送ってもらったら、違う、前回はそうだなっつって送ってあげようとしたんだ。あ、じゃあ麗しのナイト様にでも送ってもらったらとか言ってみようか。あー、お前焼いてんのか。ひぃ、そんなんじゃねえよ。じとめになる美月ちゃん可愛いよな。おい待てよ、待てったら。嘘、さっきの叫び声の演技に騙されて、もう一回叫び声。これさ、でもさ、どうしたんだね、振り向かないとまずい気もすんだけど、あえてほっとこうか。わかりました、わかりました。いやー、はいはい、今度は何。あ、でもやっぱ振り返るのね、絶対ね。何やってんだお前。あ、記録がでもできない。あ、機関アタック当たるか。当たった。よし、これでしばらく佐久間さんは英検に来ないんじゃないかな。あ、ここで既読スキップになると。でも、なんで？ああ、生きてるはずがない。そっか、ここで生きてるはずがないっていうセリフがちょっと生きてくるよね。なるほど。いや、これはほんと周回するごとに面白くなっていくゲームだな。次行こう。この後、どうなんだったっけ。ほら早く撮影が続く。なんか合宿に行くのは、ああ、部長からの電話。ああよく出るんですよっつって部長を怖がらせるのもいいんだけど、ちょっと友達が来てて。何をおっしゃいますか。俺は部長一筋ですよ。いや、部長一筋ルートで行くのも面白いな。電波の入りが良くないですね。ちょっと待っててください。主演男優代理をここで頼まれると。で、話なんだけど、今日の撮影佐久間さん、ほら、佐久間欠席。うん、主演男優代理、そんな前回とは違う選択肢選んでは。おっぱいが、おっぱいアタックが来てます。嬉しい。いや、そういう問題じゃなくて、おいおいおい、なんだこのおっぱいアタック。バスト87、よし、メモってる。僕は映画を撮りたくて英検に入ったんで、演技なんかしろったって無理ですよ。それは私がなんとかするわよ。なんとかなるもんなのかよ。クライマックスのシーン、私のうちの別荘で撮影することになったから。うん、あ、ここで記録入ったか。なるほど、おっぱいムニムニュが見れるっていうシーンだったのね。で、部長も何気にそうだよな、怪しいんだよな。ちょいちょい怪しい眼光でこっちを見てるっていうね。向こうに着いたら主演男優代理。そうだな、あまり自信がないな。大丈夫、そんな難しいもんじゃないって。そんなもんかな。そんなもん、僕だって初めてだと思うけど、結構それなりに見えるでしょ。そこが不思議なんだよね。自分から推薦してなんだけど、ここまで美月ができるだなんて思ってなかった。有名女優の隠し子なの。嘘ばっかし。は？有名女優の隠し子、なんかあながち嘘とも思えないような気もするんだけど。さあ、これで部長の別荘に
つくと。うん。あ、でもこの辺の選択肢かなり結構いろいろ二村、話題を変えよう。ところでどうかな、主役の演技。主役って美月ちゃんのこと？彼女すごいよね。こうなんていうか、脚本のイメージにぴったりだよね。しかしだ、そんなことより僕が疑問なのは美月ちゃんと君の関係だよ。そこですか？君の何なわけ？あらあらあら、これ言っちゃってよろしいんですかね。家にまた嫌がらせされないかな。彼女ってとこかな。ふぅ、いいのかな、そんな宣言しちゃって。あ、しまった、テスの掟が。そうだ、英検の掟。いや、今のは嘘、嘘だよ。聞かなかったことにしとくよ。でもそれは本当？自分ではそのつもりなんだけど。そのつもりだったんだお前付き合ってるつもりだったんだ。なるほど、そういうわけ。ところでさ、話変わる。お、なんだこれ、みんな本当に美月ちゃん芝居とかやったことないの？どうして？もう英検さんの姫だなこれ。たまにさこうなんて言ったらいいのかわからないんだけど、まるで別人みたいになることはあるでしょ。別人みたいになる？そうなの？うん、あの入れ込み方は芝居初めてには見えないんだよね。記憶をなくす前に芝居をやっていなかったとは確かに言えないけど、もしかしたら未来の大女優かもしれないね。まあ本人のやる気次第かな。そうだね。じゃ、いやー、なんかちょいちょい重要な、重要と思われる会話が出てくるね。吟歩してるね。そっか、主演男優代理。はあ、これダメだ、ガッチガチですね。あとは美月ちゃんだけが頼りね。頼んだよ部長。セクシーだな。だんだん部長の魅力に気づいてきたよ。おっぱいいやでもやっぱ美月だな。美月が一番だな。これでまたおっぱいアタックされて鼻血出してぶっ倒れちゃうっていう。はい、セーブしておこう一応。あ、でこの後か、植木鉢チャレンジ、植木鉢チャレンジが来るぞ。だらし、だらしない。しょうがないだろ、演技することなんて生まれて初めてなんだから。でも鼻血まで出すことないんじゃないの？フローチャートあればいいんだけど。やっと僕の女の魅力に気がついたのね。私って罪な女ね。堂々と役をやってのけるのは神経のずぶとさ。悪かったわね、神経ずぶとくて。女は生まれながらにして演じる自分が中に存在してるのよ。お、存在ね。じゃあ私食事の支度。今のセリフ意味深。もう行くの？明日は必ず OK もらおうね。じゃあ、あ、でこの後植木鉢チャレンジでん？あれ？命中した？体が動かない。あれ、植木鉢当たっちゃった。マジか、植木鉢チャレンジ失敗。ここは一体？そうか、玄関のとこで何か落ちてきて当たったんだ。まあいいや。じゃあ美月の一連の騒動、鏡割っちゃうあの騒動は見れなかったってことなんだ。あ、そう、マジか。これはいろいろと、いろいろとやっちゃってんな。リスク1は、ここで終わりです。ああ、そっかそっか。
ディスク2と入れ替えてください。じゃあね、ちょっと引き続きディスク2いきますよ。ちょっと今までは動画、アニメ1本分30分ぐらいで区切っていこうかなと思ってたけども、そうは言ってられなくなってきた。ガンガンいかないと。じゃあちょっとディスク入れ替えます。さあ、ディスク2。え、ここから？ダメだ、寝れない。二村？え、二村を起こす？僕は夕方に起きた浮気鉢の件を二村に話した。なんか全然違うルートに来た。そりゃ僕だって気になるけど、英検の誰かとは思いたくないな。そうだけど、偶然上から植木鉢ってのはきついよ。お前よく生きてんな。それはお前頑丈だな。おい、行いのせいでしょ。それとも誰かに植木鉢落とされるような心当たりってあるの？あるような、ないような。なんかはっきりしないね。二村はこのシナリオをどう思う？加古姫のネア、よくできてるよ。今のサイコパス映画のブームを予感させるなんて、とても10年前に書かれたものとは思えない。サイコパス映画のブームなんてありました？二村の好きな女の子が気になる。自殺した女優が気になる。シナリオの噂が気になる。好きな女の子は気になんない、別に。自殺した女優が気になるね。自殺した女優が気になる。前に自殺した主演女優ってのはどういう人だったんだろう。噂聞いてない？噂？その自殺した女優、美月ちゃんに似てるんだ。来た、ほら来た、来たよこれ。まさか。どこから出た噂かもわからないし、僕も本当かどうか確認できないもん。自殺した子は美月ちゃんにそっくり。自殺したその女優の親戚とか兄弟だったりして。え、つまり美月ちゃんにとって血のつながりのある人を自殺にまで追い込んだこの映画、そんな映画を美月ちゃんは憎んでる。ちょっと待って、二村、お前なんかすごい面推理してない？美月ちゃんは大事な人を自殺にまで追い込んだこの映画を憎んでいる。だからスタッフとキャストを次々と消しにかかるんだ。まさか。最初から僕が英検のメンバーと分かって、記憶喪失も単なるふり。おお、疑心暗鬼になってきた。面白い展開。あ、冗談？いや冗談じゃない。かなり信憑性のある話のように感じたよ。そうだよね。だって僕がそんなに美月ちゃんのことを知ってるわけないじゃん。いや、こういうモブがさらっと言った一言、この映画に。あ、まあそっか。モブがさらっと言った一言が何気に重要だったりするんだよ。ごめんね、二村モブ扱いして。ところで、どこで美月ちゃんと知り合ったの？正直に言うか、白状しよう。僕は二村に全てを話した。美月が記憶喪失なこと、これ二村ルートだな。僕と同居していること、そして何者かに襲われたこと。ただ前回ラストのマッスルヒントで信頼できる人の協力が必要って言われたんだよね。だからこれ二村に全てを告げるってのはいいかもしんない。ねえ、こういう噂知ってる？今撮ってる映画の前の女優と監督、大学の屋上から飛び降りて自殺したと。でもその女優の死体だけ発見されなかったんだって。嘘だ。出たじゃないか、新聞にも心中って。それは大学近くで飛び降りの多数の目撃者がいたから、心中の線は警察も引っ込められなかったみたい。目撃者の見間違いってことは、警察もそう考えたかったんだけどね。女優が飛び降りたっていうのは事実なんだ。なぜ？映っていたんだよ、フィルムに。女優が屋上から飛び降りて下に向かってくる一部始終のフィルム。え、二村はなんでそんなフィルムを知ってるの？カメラの中は空っぽだったんじゃないの？ここからは僕の推測なんだけどね。女優飛び降りた時消えちゃったんじゃないのかな。消えちゃった？どこに？飛び降りるまでの女優の姿を監督はカメラで確認できてた。でも地面に叩きつけられるその瞬間、
忽然と消えてしまったら、いや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 消えどこに監督にしてみれば目の前に起こった出来事になんとか理由付けしたいよね。だから監督は考えた。目の前から消えたのは別の次元に女優は入り込んでしまった。どういうこと二村、お前何言い出したんだ。監督にしてみれば何でもいいんだよ。死であれ何であれ女優を独占できる世界がある。ああ、英検にこんなこと言うのもあれだけど、お前映画の見すぎだぞ。つまり監督は絶望から死を選択したのではなく、女優を選択できる世界へと自らを導くための選択、それが飛び降り。でも監督は追いかけられなかった。で、監督だけ死んでしまったと。たどり着いたのは、でもその女優の死体がないってのは怪しすぎる。もともとその主演女優はこの世に存在していたんだろうか。もしかしたら彼女は映画のシナリオの中でしか生きられない存在だとしたら、だから映画が完成近くなると消えて、まさに作り始めると映画にとっての過去姫現れた時、当然前の記憶なんてありはしない。シナリオの中に生きる人間はクランクイン前の記憶なんて必要としないのだから。それが三月だっていうのか。なかなかいい話でしょ。これでもシナリオの勉強したんだ。いや、二村、お前すごいよ。なんて言ったらいいのやら。前の映画で飛び降りたのはカメラマン男優兼監督だろ。監督は部長だけど、君は今男優兼カメラマン。ああ。飛び降りる人間役としては君が一番近くにいるんだよ。でも今回のシナリオはラストが変更されて屋上から飛び降りるなんてシーンはないぜ。まあ仮に屋上から飛び降りることがあったら、君は絶対美月ちゃんを話しちゃいけない。絶対に。いや、名探偵二村、名探偵二村来たな。すごかったな今の。へえ。マジか、なんかすごい重要な話をしてくれた気がするよ二村。あ、これで撮影終了と。あ、ここで既読がついた。いやー、そっかー。これでお家に帰るんだよね。お家帰ってからだよ、また洗濯が難しいのは。ん？飲み物？飲み物？飲み物？熱いお茶がいいな。この暑い日に？暑いからいいんだよ。日本人はお茶だと言いたいところだけど、さすがに今はコーラがいいや。コーラやっぱり。今の選択関係あんのかな。なんだろう、前回はビールにしたんだけど、ニュースでもやってないかな。家庭の精神医学。来た、精神医学。前回に引き続きゲストとして南西総合病院精神科の森崎さん。これラーメン屋で見たやつだよ。精神科。先生、前回はストレスについてお話をお伺いしましたけれども、今回は、そのストレスが発生することによって反応する人の警告反応という説明をしたいと思います。うん。ほい、お待たせ。おっぱい。見せない方がいいな、美月には。あ、ニュース？おかしいな、なんでだろう。前と違って意識しちゃう。ここから恋が芽生えていくっていうところで、お風呂、わあ、一緒に入ろう。いや、ダメだ。風呂？これ選ぼう。まだこんな早い時間だっていうのに。って、いや、違うスケベなこと考えて意識するな。ねえ、僕と一緒に暮らしてること後悔してる？え？なんかいつもと雰囲気違うみたいだし、嫌なのかなってちょっと考えちゃった。
そんなことないよ絶対に。そう、それならよかった。あ、でもそっか、あの星空のシーンもなかったんだよな今回。今まで言おうと思ってたんだけどなかなか言えなくて。美月ちゃんへの好感度がかなり低いよね今回ね。でも良くなってきちゃった。それより今まで通りこうして楽しく話ができたらいいやって。男と女って意識してギクシャクなんかしたらつまらないよ。僕は旅行前と同じように楽しく暮らしていきたい。ダメかな。ごめん、なんか意識してるような素振り感じさせちゃって。僕の方が部員のみんなとも知り合えて仲良くなれたし、それに他人を演じることがこんなに楽しいことなんて思いもよらなかった。ここ既読スキップつかないんですよ。お、今まで本当にありがとう。そしてこれからもよろしく。おう、泣きたくなったらいつでも話を聞いてあげる。それは時々、いつもは泣き虫じゃないって。かわいい。おいピンクになっちゃった。美月がこんなに泣き虫だなんて他に誰も知らないもんな。バカ、かわいい今のバカ。いいところやったのに、ハイパーいいところだったのに。で部長が来ると、押しかけてくるという流れね。あ、でも今の選択良かったな。これで部長に同居していることがバレてしまうと。で別に似合ってるからいいんだけど、美月ちゃんいつまで衣装着てるのそれ。それ映画撮影用の衣装じゃないの。あー、で別々に暮らすことになっちゃうんだ。あー、せめてさっきの時にキスだけでもしておけばよかった。あー、でお家への嫌がらせが始まってしまった。なんてこった。これで佐久間さんも復帰して撮影が始まったと。なるほどね。あ、でもそろそろ廃病院来るか。廃病院だよな。ん、お久しぶり。違う、前回会いたかったにしたのか。まだ映画できてないんだけど。まあいいからいいから、僕にしてみれば撮影の方は終わったんだし問題ないって。同じか、同じだな。ああ、あれ前回どうしたんだっけ。栄養取れないよ。ごめんっつったんだっけ。悪かったな。しょうがないな、久しぶりに腕を振るってやるか。あ、また編集の得意のキャベツ切りが始まってしまう。キャベツキラーだからな。そっちは任せた。オッケー、期待して待ってて。もしもし。あー、で佐久間さんからの電話ね。いや、部長の遥さんに聞いたんだけど。ここで既読、キャベツ切りが始まりました。これ怖いよねこのキャベツの。ちょっと待って、この包丁よく見ておこう。黒い絵の包丁ね。ああ。さあこっからよ。あ、このシーン怖い。これ。あー、飛ばしちゃった。スキップになっちゃったのが、カメラが上に上がったら包丁キラリンっていうね。あれすごいよな。でこの後さあ行きましょう、廃病院。階段を上がった先にいるのは、でも確かに佐久間さんって大柄じゃん。ガタいいじゃん。シルエットがさ、ほら割と小柄。ほら、これ、佐久間さんじゃん。だ、というか、よく見たら、おっぱい出てねえか。あ、いや、え、あ、お。痛い！何をするんだ？前回は足を狙ったんだよね。凶器をなんとかするか。
おお、すげえ強い。あ、でもこれで、あ、同じかな。待てい、あ、でも見てよ、包丁同じだよこれ。この包丁ほら、包丁同じだよこれ。いや、まあ包丁なんてそんな種類ないって言われたらそこまでなんだけど、追い詰めたぞ、正体見せろつって横に行った先にいるのは、あれ、美月じゃない、あれあれ、スキップしちゃった、スキップしちゃったのかな。佐久間さんが美月の写真を持っている。変態盗撮写真、あ、で美月いるよね、美月いる。変態盗撮写真を持ってて、ここで記録が終わった。私、美月、泣き虫じゃないか、やっぱりお前は。いや、この状況は誰でも泣くわ。電話で聞いて心配で。ありがとう、美月にはこんな目に遭ってほしくないんだ。これからちゃんと言うこと聞いて。ごめん、ここは。心配しなくていいよ、ここは部長の家なんだ、ここなら安全だよ。というか、二村がなんかいろいろな噂をしてたってことは部長も当然知ってるよね。前の女優に美月が似てるとかさ。怪我とかしてない？大丈夫？ちょっとだけ、大したことないよ。僕のことより美月、君の方こそ心配だ。でも今晩一晩ゆっくりお休み。で、前回はこの後、美月ちゃんのことは気になるだろうけど、美月ちゃんと一緒にいたいって言ったんだよね。編集作業お願い。ここはじゃあ編集作業に戻ろう。今回はもうとにかくひたすら美月ちゃんを突き放すような選択肢を。あんたも怪我してるんだから、少しは自分の心配になさい。そうだよ、言うても俺も切られたんだよ。あ、で、これこれこれ、編集作業中になんかおかしいんだよな、このカットのつなぎ。なんかおかしい、このカットのつなぎ。何がおかしかったんだろうこれ。これ本当わかんない。この連続した事件は一体何なのだ。僕への嫌がらせも二度も襲われる美月も、一番怪しいとされる佐久間は行方不明。犯人の目的は何なのだろう。お、そういえばあの写真、落ちてきた植木鉢、やっぱり佐久間か。うわー、もう全部怪しい。なんか選択肢ごとにセーブしたい。まあでも一番上だろうな、あの写真。一体何の意味なんだろう。二枚とも美月の昔の写真だと思うけど、でもなんでこんなものをあいつが持っているんだ。それなぜこれをも忘れていったのだろう、なんかこの事件納得のいってないところがある。まさか、いや、確かに辻褄が合っていない。どうしてあんなことを言ったんだろう。あれ、この写真、そうか、だから変なんだ。おっと、何かに気づいた主人公。そうだとすると、瞬間自分の背中に圧巻が走った。でも一番辻褄が合うような。お、これだけじゃよくわからない。逆に考えてみよう。あの時、三月の部屋のベランダに忍び込み、僕に植木鉢を落とすことができる人間、確率なのは一人だけいる。わかった、わからない。三月の部屋から植木鉢を落とすことができる人間は三月だよ。わかった、協力者が必要だ。この事件を解決するには、電話してみよう。あ、二村、名探偵二村に。うわうわ、どうしよう。名探偵二村とか言ったけど、本当に二村に電話しちゃっていい？うわ、もう本当選択肢ごとにセーブしたい。なんか部長な気がするんだよな。美月に電話してもしゃあないもんな。いや、俺は二村ルートで行く。二村、頼りにしてんぞ。今回のお前は輝いてる。お前は今もうモブなんかじゃない。また後で。これで大丈夫かな。え、
もう一人いてもいいのかな。やはり秘密は少数の人間で。わかんねえ。もうひ、そもそも呼び出して何をしようとしてるのかがちょっとまだピンときてない。少数の人間でかな。なんか増やすと、少数の人間、わかんねえ。二人でやってみよう。もう完全に違うルート入ったな。二村ルートです。迷うことなき二村ルート。お、なんだこれ。続き、あ、加古姫のネアか。棺桶の中で寝てるっていう。ごめんなさい、遅くなりました。いや、ちょうど始まったとこだから。できたんだ、映画。まださ、NG のシーンをカットして荒く繋いだだけだから。そうなんだ。他の部員の人たちは？え、怖い怖い怖い。あとは二村が来るはずなんだけど。はい、私。どうしたの？もう始まってるよ。あ、そう。それでどんな風なの？わかった。私も顔出すわ。何何、どうかしたんですか？ええ、二村君が怪我したみたい。何？詳しくは分からないけど、手を機材に挟んだとか言ってたわ。二村、二村が狙われた。大したことないみたいだけど、とりあえず私、この目が怖い。僕も行きます。行くよ。いや、ちょっと待って、怖い。みつきちゃんと二人になるのがなんか怖い。二村のやつ大丈夫か？あれ？みつき、見て。今気づいたんだけど、このカット何かおかしくない？そう？え？あれ？何かな？なんか気になる。え？気のせいじゃないかしら。おい！え、なに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 ？絶対おかしい。ああ、そうか。わかったの？やばい気がする。つまり、え？やられた。やられた。ふんって言われたよ。まだまだ愛が足りん。もっと彼女のことを考えてやらねば。マッスルヒントが来た。マッスルヒント。そっか、そうだよな。今回はただ真犯人1、バッドエンド11。そっか、エンディング数すごいな。グッドエンド4つは見たいな。ノーマルエンドはまだしも、グッド4つは出したい。それ目標にしていこうかな。そっか、殺され、殺され、ああ、ついに今回殺されちゃったか。いやー、でもなんだろう、主人公何に気づいたんだろう。ごめんなさい、俺見てても何もわかんなかった。なんだろう、何に気づいたんだ。名探偵二村にしようと思ったけど、二村はなんかよくわかんないけど、機材で怪我しちゃって。なんか寸出のところでうまくいかなかったですね。確かにちょっと選択肢ぐちゃぐちゃにしすぎたかな。で、彼女への愛が足りない。そっか、だからみつきちゃんへの好感度をある程度上げないといけないっていうところもあるのかもしれないですね。いやー、難しい。ちょっとね、じゃあまた次回もまだ選んでない選択肢たくさんあるんで、それを選びつつちょっといろいろ話し進めてみよう。いや、ただいろんな色ね、今回はまた物語的にはこの2周目進んだように感じますよ。いや、面白いダブルキャスト。ほんと展開がすごいわ。はい、それでは今回はこの辺で。今回もバッドエンドでした。ご視聴いただきましてありがとうございました。撮影終了。